ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はゲーミングデバイスでもおなじみのレイザーの製品、こちらが多数セール額になっていますのでご紹介したいと思います。そもそもなぜ今回レイザーの製品がセールになっているかと言いますと、ちょうど Amazon で現在開催中のブラックフライデーセール、この関係でレイザーの製品も多数がセール額になっています。ですので今回のセールは12月2日木曜日の23時59分までの限定セールとなっていますので、それまでに売り切れてしまったり、あるいはこの12月2日が来てしまったらセールは終了となりますので、もし今回ご紹介する製品の中で欲しい商品がある方は早めに購入しておくことをお勧めします。では早速今回セール価格になっていますレイザーの製品ご紹介していきたいと思います。基本的にはレイザーはゲーミングデバイスを販売している製品ですので、パソコン向けの周辺機器が中心ですが、ゲームをしない方、ビジネス用として使われるという方にとってもおすすめできるモデルは多数ありますので、ぜひ参考にしていただければと思います。まずはこちら、いきなり大本命ともなりますゲーミングキーボードでありながらワイヤレスに対応した製品、レイザーブラックウィドウ V3 Pro というモデルになります。この製品はテンキーもついたフルサイズのキーボードとなっていて、なんといってもワイヤレスというのが最大の特徴です。こちらのモデルは英語配列になっているほか、同じラインナップの中に日本語配列のモデルもありますので、普段日本語配列のキーボードの方が慣れているという方は日本語配列版を購入されるといいかと思います。特徴としましてはゲームキーボードですね、このように豊富なライティングを行うこともできれば、あとは専用のキーとしてこの部分、コントロール用のダイヤルだったりボタンなどを搭載しています。テンキーもついていますので、ビジネス用としても十分使えるモデルになっています。なお画像ではかなり明るくライティングされていますが、このライティングはオフにすることもできますので、ブラックであまり光らせたくないという方の場合はライティング機能をオフにすれば大丈夫です。その他レイザーはゲーミングチェアも多数販売しており、今回はこちらレイザーイスクールゲーミングチェア、こちらは本来ならば7万円する製品ですが、今回のセール期間中は6万5000円となっています。そしてレイザーでも人気のゲーミングヘッドセット、レイザークラーケンブラック。こちらはもともと安い製品ですが、今回はさらに値引きされ5980円となっています。上位機種のワイヤレスタイプと比べますと有線式ですので、多少ケーブルの取り回しが面倒なところはあるものの、そもそも有線式の方がマイクなどの音質も優れていますので、有線でも構わないという方、そしてコスパを重視される方にとってはやはりこの有線タイプがおすすめです。パソコンに接続して使うのはもちろんのこと、プレイステーション4など家庭用のゲーム機に接続することもできます。あとはこちらはレイザーのテンキーレスのキーボード、レイザーブラックウィドウ V3、 こちらも今回セール額になっています。本来ならばこの製品1万円する製品ではありますが、今回はセール期間中ということもあり7980円となっています。こちらは英語配列となっていますが、同じくこちら日本語配列も用意されています。テンキーレスでコンパクトなキーボードがいいという方はちょうどいい選択肢になるかと思います。キーにつきましてはメカニカルキーとなっていて、レイザーのグリーン軸を採用しています。このグリーン軸につきましてはこちらに少し説明がある通り、クリック感があるキーになっています。要はよくメカニカルキーボードで赤軸と呼ばれるキーが有名ですが、赤軸の場合はクリック感がないリニアタイプですが、このグリーン軸のものにつきましてはクリック感があるタイプで、
どこでスイッチを押しているか、直感的に分かりやすいモデルになりますので、多少音のうるささというのはあるものの、心地よくキーをタイピングすることができ、自宅などで使う場合はこのクリック感があるキーがおすすめです。それからこのラインナップにつきましては、その他のモデルも勢力学になっており、 ELO 軸を搭載したモデル、こういったものを用意されています。 ELO 軸につきましてはまた少しクリック感が変わっており、この ELO 軸は静音タイプのリニアスイッチになります。ですのでクリック感がないため、ビジネスだったり、あるいは周りに人がいる場所で使うという場合は、こちらのイエロー軸を採用したモデルの方がおすすめです。こちらも今回のセール期間中であれば、通常1万円の製品が7980円で購入できるようになります。また、最近人気の超コンパクトキーボード。超コンパクトというのは、数字キーの上にあるファンクションキーすらないというキーで、こちら、この2つのモデルが今回セール対象になっています。どちらも日本語配列で、カラーはブラックとホワイト。軸につきましては、この紫の軸を採用したメカニカルキーボードとなります。特にこのようなホワイトのモデルというのは、ゲーミングキーボードとしてもラインナップが少ないので、パソコン周りの環境をホワイトで統一しているという方にとっては、このカラーリングをお勧めできるかと思います。この製品は紫、パープル軸を採用したキーを搭載しています。クリック感のあるキーではありますが、一般的なメカニカルキーよりも 30% 浅い位置でクリックを認識するタイプになります。ですので、高速でタイピングをされるという方、ゲームでとにかく素早い動きをしたいという方にとっては最適なモデルになっています。注意点としましては、やはりコンパクトということもあり、このようにデリートキーさえもないような配列になっています。また、よく使うエスケープキーにつきましても、全角半角キーと共用、ファンクションキーを押しながら、この日本語入力の全角半角キーを押すことによってエスケープの機能を割り当てられています。ですので多少癖があるため、誰もにお勧めできるというモデルではありませんが、この辺をよく理解した上で購入するならば、パソコン周りもスッキリとしますので使えるキーボードになります。この製品、通常であれば高い時では1万4000円程度で販売されていた製品ですが、今回のセール期間中であれば1万1980円ということで、2000円もオフになって販売中です。あとはレーザー人気のワイヤレスヘッドホン。こちらも今回ラインナップが用意されています。例えばこちら、レーザーシュレッダー 7.1。こちらのワイヤレスヘッドホン。こちらが今回セール中です。本来ならば1万5000円する製品ですが、今回のセール期間中であれば1万2980円で購入することができます。その他、このようにイヤホンタイプのゲーミングイヤホン。イヤホンとして使うこともできれば、マイクも内蔵していますので、これで話すこともできるという製品です。こちらは通常が7000円の商品が、今回のセール期間中であれば4980円となります。あとは USB サウンドカードが付いたレーザーのゲーミングヘッドセット、レーザーブラックシャーク V2。 レーザーの中でも人気のシリーズ、ブラックシャークシリーズのモデルで、この製品通常1万2000円のところ、今ならば9980円で購入することができます。そしてレーザーといえば、やはり何といってもマウスが有名です。今回もマウスのセールも開催されており、レーザーダッシュアダー V2 ミニ、こちらは通常が6000円する商品なんですが、今回は超お得な3480円のセール価格となっています。あとはワイヤレスタイプのマウス、こちらも今回セールになっています。もともとかなり高く1万4000円で販売されている製品ですが、今回のセール期間中であれば1万1980円となります。
ヒューミングのワイヤレスマウスの中でも特に人気が高いモデルで、ほぼ間違いなく使えるモデルとなっています。あとは最近レーザーはゲーム用のデバイスというだけではなく、ビジネス用としても使えるという製品のラインナップを拡充しており、例えばこちら静音のメカニカルキーボード、こちらも最近発売されたモデルです。この製品はホワイトで、そして LED のライティングもホワイトというビジネスの版面に使っても問題ないようなシックなデザインになったモデルです。今回は日本語配列のこちらのモデルがセール価格になっていて、天気レスで癖のない配列、誰にでもおすすめできるモデルとなっています。特によく使うキーであるコントロールキー、オルトキー、こういったキーが大きめに配置されており、実はこれは日本語配列用に設計されたわけではなく、あくまで海外配列のキーの関係上このようにもともと大きくなっているんですが、逆にそれが日本語ユーザーにとっても使いやすい配列になっていますので、ショートカットとしてよく使うコントロールキー、オルトキーが大きいというのは日本語配列を使うユーザーにとっても大きなメリットになってきます。当然ゲームにも使うことができるハイスペックなキーボードになっていますので、オレンジ軸を採用した静音キーでありながら、ちゃんと高速な応答にも対応したモデルとなっていますので、これビジネスの場面でも使いやすいかと思います。なお今回のセールで実はマサルもあるキーボードを購入する予定です。今回はレーザーの商品を主にご紹介していますが、それ以外にも多数のキーボードなどが販売されていますので、レーザーの製品はやや派手で苦手という方の場合は、その他のメーカーの製品も安くなっていますので、一度 Amazon のセールチェックしてみるといいかと思います。なおこの製品はとても人気が高く、星5つが満点の評価のうち、星5つの満点をほぼ7割の人がつけており、口コミにつきましても1432件の口コミがあるなど、とても人気の高いモデルですので、とりあえず有線キーボードで何か探しているという方は、このキーボードさえ買っておけば問題はないかと思います。あとはこちらもワイヤレスマウス。ワイヤレスではありますが、とても軽量な 74g というマウスで、こちらの製品は通常 14,000 円のところ 11,980 円のセール価格になっています。あとはホワイトのワイヤレスマウス、ピンクのワイヤレスマウス、こういったカラーリングも全機種ではありませんが割と豊富に揃っていますので、この辺レーザーの製品を選ぶ上で大きなメリットになってきます。またレーザーと言いますとハイスペックなノート PC も有名です。今回はノート PC としてこちらレーザーブレードプロ17というモデルがセールに登場しています。今回このモデル、ご紹介する製品の中で一番割引額が大きなモデルとなっています。当初の販売価格はこちら、少し小さいので拡大しますとこんな感じ、元々の価格が46万円で販売されていたモデルでした。それが今回のセール中であれば24万9800円とほぼ半額に近い価格まで値下がりしています。実は登場した当初は2020年ということもあり、 CPU の世代も第10世の CPU が採用されているなど、少し最新機種と比べますと世代が古く見劣りしてしまうところはあるものの、せいぜい1世の違いではありますので、そこまで気にする必要なく快適にゲームなどがプレイできるモデルになっています。そして何といってもこの製品、ゲーミングノートパソコンとしてはとても珍しく 4K のディスプレイを搭載したモデルになります。ですのでゲームをプレイするというよりは動画編集などクリエイティブソフトを使うにも最適なモデルになっています。特にレーザーの製品はディスプレイの品質もとても高く、 4K で動画を視聴するにも最適なモデルになっていますので、おそらくこのクラスの製品が20万円台で購入できるというのはほとんどありませんので、
レーザーのハイスペックなモデル、今ならば20万円で購入することのできるこのモデル、メインマシンとしても十分使えますので今のうちに購入しておくというのもいいかと思います。ただしこの製品とても人気が高く、もう残りの在庫数が8点のみとなっていますので、もしかしたらこの動画が公開される頃には売り切れてしまう可能性もあります。なお今回はセール対象にはなっていませんが、その他のモデル、2021年の最新モデルにつきましてもこちらのページの方に掲載されており、例えばこちらグラフィックガードとして NVIDIA の RTX3080 を搭載したモデル、残念ながらこちらは液晶はフル HD になってしまいますが、こちらの場合ですと447,800円となってしまいます。この製品になりますとディスプレイの品質がフル HD ということで解像度が少し足りず、クリエイティブ系のソフトを使うには少し物足りないところはあり、なおかつ最新機種ということもあり、 CPU だったり GPU の世代が1世代上がっただけで一気に倍以上の44万円という価格になってしまいますので、やはり今購入するならば片落ち品にはなってしまいますが、先ほどの24万円のモデル、そっちの方がいいように思います。ちなみに今回はセールにはなっていませんが、最新機種であれば Core i9 の第11世の CPU を搭載し、ディスプレイが 4K120Hz というモデルも用意されています。こちらの方はさすがに価格が高く約50万円となってしまいます。ですのでやはり購入するならば最初にご紹介した24万円のモデル、今ならばこの価格で購入できるこちらのモデルの方がおすすめかと思います。特に 4K のディスプレイを搭載したモデルというのはどのモデルも価格が高いモデルが多いので、その 4K 搭載モデルが24万円で購入できるということで、それだけでも十分購入する価値はあるように思います。ということでいかがだったでしょうか。今回はゲーミングデバイスでも同じのレーザーの製品が多数セール価格になっていますのでご紹介しました。特に最後にご紹介したノート PC などは通常の半額近い価格になっているなど、今回のセールの目玉商品でもありますので、何かちょうどノート PC の買い替えを検討していたという方、またディスプレイが17インチですのでデスクトップ PC の代わりにも使うことができますので、そういったメインマシンとして使えるモデルを探しているという方は、最後にご紹介したモデルなどはとてもお買い得かと思います。なお今回のセールは期間限定ではありますが、それまでに商品が売り切れちまった場合は終了になります。もし欲しい商品がある方は早めに購入することをお勧めします。なお今回ご紹介しましたレーザーの公式セールページのリンクにつきましては、動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので、各モデル気になる方は概要欄のリンク先の方からチェックしてみてください。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。